はいこんにちはえ毎週土曜日はちょっと懐かしいガンを引っ張り出して王子を振り返ろうというヴィンテージ企画あるいはレトロ企画毎週続けておりますご視聴ありがとうございますえ今回はですね田中ワークスから発売されていたスミサンドウェストン M4505 オートマティックご紹介したいと思います えこれはですね、えー、1990年代のモデルのはずです私はこれはあのオークションで入手した中古品ですあの新品当時は私これ売ってるのも実は知らなかったぐらいとぼけた野郎でございましてあの以前お見せしたですねええー、M935 とかですねあとルガーあの辺の世代のものだと思いますで 固定式のですね、この銃がですね、どっかから発売されたたと思うんですけれども、これは実はブローバックです。はい、申し遅れました。今日は久々にですね、愛飲しているビフィターのジンをやりながらのご紹介になります、えー。夏場はですね、トレーニングの後ね、えー、ビールだけですとね、酔いがあんまり回らないんでね、ビールとおのジンを交互に飲みながらね、 疲れを癒すというのが通例になっております。はい。じゃあちょっと外観をね、ずいぶん申し訳ないんですけれどもね、決して綺麗な銃ではないです。ただ、全オーナーの方、ずいぶん大事にされてたような気はします。年代を考えると。箱も取説もございません。取説は今ね、結構ね、あの、ヴィンテージモデルガンをね、 アップされてる方がいらっしゃるんで、ブログとかにね、そういうところに時々ね、取説なんかついてるのをね、ダウンロードさせていただいたりすることもあるんですけれども、まあ、すみません、これはそこまで、えー、探してもいませんと。で、私の見る限りですね、どこ見てもですね、田中ワークスって書いてある、<laughs> 本当に田中のなんだろうな、これな。でも間違いないと思います、そこは。はい。で、このね、トリガーガードの前のね、 滑り止めが結構斬新ですよねはいスミス・ンド・ウェッソンの45口径っていうとね KSC から出てる945が、えー、展開されているんですけれども、まあ、この形は珍しいですよねこれねサイトがね狙いやすいんですよで今日ね調整しちゃいましたよこのサイトはなかなかちゃんと調整できましたねということはこれ打てるってことですよはい 今何か動きました残念ながらね、えー、とファイヤリングピンは再現されてないですねでスライドを引きますとねこのムトベさんのユニットがのぞ、えー、けるというような状態ですねはいでバレルの先端は結構いい感じですねで、まあ、4号口径ですから結構ドカッと ぼっこりと開いたバレルがで試しに4号のダミーカートを入れてみるとここまでは入りますからまあなんとなく4号口径のバレルっぽくは見えますよね。でこれあの全部入っちゃダメですからねそれは銃に詳しい良い子は分かると思うんですけれどもある程度バレルの内径と 簡単に言うとライフリングを切ってある、えー、溝の部分ですね溝側の方とこれの径がまあほぼ一緒で強制的にその中をグリ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 通ることでこいつがライフリングで、えー、ブレッドがこうねじられてですねで出ていくとでこの先端にはライフリングマークっていうのがつくわけですよねはいさてちょっと空打ちしてみましょうか どうう。でしょうこんな元気に動くと思ってませんでしたね結構ねこいつ生意気に生意気に怒られちゃいますね大先輩にガツンガツン来るんですよねはいでマガジンはですね、まあ、こんな SW の,マー,のマーク入りのですねこれプレスですね でこれももしかしたらねあのリアルサイズかなと思ってこれもまたこのダミーのあれでチェックするとですね入るんですよねで長さ的にもほら入りそうじゃないですかちょうどということで、まあ、これもリアルサイズに近いマガジンなのかなと思いますこれぜひモデルガンでぜひ見てみたいですね見てくださいこのプレスの綺麗な輝きでこの 金色の部分がこう見えると思うんですけれどもこの中がガスタンクなわけですねはいで BB 弾はここに入るとで残念ながらですねこう BB 弾いくら装填してもですねここのストッパーのスプリングが弱ってるのがピッコンピッコン出てきちゃうんですよでどっかで止まるんじゃなかったっけなと思っていくらやってもですねそこまでいかないんですよねということで今回実写はですねなんとですね この B b 弾をですね織田信長の鉄砲隊よろしく先め式でですねピッ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 そーっとね入れてそれでちょっと危ないぜ打ったと。 はい、今ねこの撮影してる机のね左側1メートルぐらいのところにね丸いの、えー、ターゲットが置いてありましてそこに向かって今 BB 弾が飛んでいきましたまあ、そうやってですね気が付いたらですね、えー、鉄砲隊の足軽になれるぐらいのですね、えー、技術を身につけた私はですね十何発も先込みで撃ってみましたでこれ4メートルぐらいですね5メートルよりちょっと近いと思いますで、こここのところを狙って、 最初は外しちゃったんですよ。で、これは私のあの先、米の技術がまずかったと思いますね。で、先米に習熟してからですね。このぐらいに集まります。ここ狙ってこんなもん。なかなかの集団性だと思いませんか？玉はあのイーグル工業さんの0.15を使わせてもらったんですけれども。 もちろんねいくら集団性がいいっつってもねそうそうね先込めばっかりしてられないんでねもうあのいい加減試死者が終わったところでやめたんですけどもねこれ十分遊べる銃だよねって感じがしますね、まあ、そんなのもあってねちゃんとサイトもねまあちゃんと調整したってより真ん中のところちょっとずれてたんで真ん中のところに戻してやってただこれえー、っとここのはめ合いがちょっとまあ何て言うんですかねこ,こ,こっち側が樹脂ですから こいつをあんまりねあの固定しようと思って強く進めると逆にこのリアサイドがボコッと浮いてしまいますんでねその辺は気をつけていただきたいなとでちょっとびっくりしたのはですねこれちゃんとデコッキングできるんですよねほらどうでしょうすごい再現性の高さだと思いますしかも安備になってますね このぐらいね機能が充実してるとねもうあと何が足りないのって話になるわけですよね。でこのあと田中さんは、まあ、マグナシリーズにああマグナブローバックを利用したシリーズ展開をしていくんですけれども、まあ、このモデルはですね380オート同期でやっぱり武藤部さんのシステムを使っていた380オートが再販されたわけですからこれ今から再販してくれたらね私は非常に嬉しいですね。まあ、即買いしますで。ついでにですね。 モデルガンも一緒になんていうこともねちょっと夢を見てしまいますねどうでしょうまあレトロとかヴィンテージとかね私はあのタイトルをサムネイルでつけるたんびに苦労してるんですけれどももうこうなってくると、まあ、古いとか新しい関係ないですねちょっとダブルアクションで打ってみましょうかダブルアクションやったことないなおお今一瞬ガス漏れ音が聞こえましたねどうですこれ ちょっとススライドストップもサービスしますあれカチャンガス圧ギリギリって感じですねのっちの痛みも多少出てきてますけれどもはいある程度ねマガジンそんなにね意識して温めなくてもねこれ十分置きますねどうでしょう ま最近の悩みといえばですねあの土曜日に紹介するレトロな銃あるいはヴィンテージこれの線引きですねいつぐらいにしたらいいんだろうともうここね数週間ずっと悩んでたんですよねでだんだんねこう思うところありましてこれでいいやと思いましたまあ私がレトロって決めたらもうレトロでいいじゃんっていうことでね非常にあのいい加減な結論でね決めさせていただこうと思っています まあね、これからもねどんどん懐かしい銃ご紹介できると思うんですけれどもまあ若い方にはねおめこんな土曜日のお前昼間にこんな古い癖の出すんじゃねえよと思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そこはそれでね一つのねエアガンとかモデルガンのね歩んできた道のりを振り返るということにお付き合いいただくのもね あお酒なんか飲みながらねぼーっとねこういう古いものを見てるのはね悪くない時間だと思いますんでね是非またお付き合いいただけたらと思います今日は田中ワークスのスミサンドウェッソン M4505 でしたではまた